太郎ペア、社交ダンス国際大会で奇跡の大番狂わせ。10月6日の、中居正広の金曜日のスマイルたちへ。で、社交ダンス企画が放送され、金太郎、ロペスペアが、2回目の国際大会に挑戦。日の丸を背負った2人が、圧倒的アウェイの中で世界の強豪ダンサーたちと激突し、奇跡の大番狂わせを起こした。前回の放送では、6月に参加したイタリアでの国際大会で初出場にして準優勝という快挙を果たした、2人。世界選手権まで1ヶ月に迫った今回、2人が挑戦したのは、8月にドイツで行われた、ジャーマンオープン。ヨーロッパを中心に世界のトップ選手が、集う世界最高峰の大会で、金太郎ペアにとっては、国際大会2戦目。2人は現在、世界ランキング136位。大会には、57組が出場し、世界ランキングトップ20の選手たちのほとんどが、参加しており、格上の選手ばかりに囲まれている状況だった。しかし、そんな不利な状況下でも金太郎、ロペスペアは、ダークホースとして1次予選で10位、2次予選では、6位という大番狂わせを起こした。世界ランキング1位、2位の選手たちと同じ舞台でも、2人は、全力で踊ったが、最終結果は16位。惜しくも最終予選通過は、叶わなかったものの、これまで、ジャーマンオープンでの日本人最高位は22位。それを大きく上回る順位だったが、ロペスは、めちゃくちゃ悔しい。上手くなったと思ったけど、全然、世界で勝てる気がしない。と、会場の外でしゃがみ込んで涙を流していた。一方の金太郎は、ロペスの背中をさすって励ましていた。大会から帰国後、二人はそれぞれの思いをぶつける機会を設けた。35歳の金太郎は、2015年に結婚するも、ダンスを優先してきたことについて、結婚したけど子供もまだ待っている状態。結局いろんなものを置いて、まずダンス一本っていう意気込みでやっている。と話し、世界選手権への覚悟をにじませていた。